皆さん、こんにちは。私の YouTube チャンネルへようこそ、お元気でいらっしゃることを願っています。世界中のファンが歓喜に包まれています。BTS のジョングクが、ソロ展示会、ゴールデン・ザ・モーメンツを開催することが発表され、11月1日のオープン以来、エースミッション・ストゥオスには多くの来場者が詰めかけています。この展示会はジョングクのキャリアを視覚芸術や音楽、 忘れられない瞬間と融合させた見事な探索の場であり、観客をグローバルスーパースターである彼の人生と音楽の遺産に引き寄せます。ゴールデン、ザ・モーメンツでは、2023年にリリースされたジョングクのソロアルバムゴールデン、2焦点を当て彼の華やかな歩みを紹介しています。展示品には、直筆の歌詞、本人のスケッチ、 有名な衣装などジョングクの創造性を称えるアイテムが並んでいます。訪問者はアルバムのテーマにインスパイアされた没入型インスタレーションを体験できジョングクのアーティスティックな表現との深いつながりを感じることができます。この展示は単なる過去の回雇ではなくジョングクの未来を祝うもので、最新技術を駆使したディスプレイや先進的なオーディオ設備が彼のヒット曲の感情的な世界へとファンを引き込みます。 展示は60から90分の体験型のもので、映画のセットのようにデザインされており、パーソナライズされたインタラクティブな体験が楽しめます。開催期間は11月17日までです。来場者にはジョン・グクからアーミーへの感謝を込めて、限定フォトカードなどの特別な記念品が配布されます。ゴールデン、ザ・モーメンツ、はジョン・グクの多彩なアーティストとしての一面を垣間見る貴重な機会であり、 ロサンゼルスにいる方にとっては見逃せない体験となっています。近くにいる方は、BTS のメンバーからソロアーティストとしての大きな進化を遂げたジョングクのアートをぜひご覧ください。皆さん、今日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。感想はコメント欄に書いてください。次の動画でお会いしましょう。お体に気をつけて、さようなら。